様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、無料が最高、独学で資格試験対策するならこの YouTube12 本ということで、東洋経済さんに掲載されていました、資格ごとにですね、おすすめ YouTube チャンネルですね、試験とかね、対策とか、そういった観点から、この資格試験にはこの YouTube 見た方がいいですよみたいなことで紹介されているものがあったので、それを順番にね、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目、司法書士ですね。司法書士から何度取り上げられてまして、伊佐山さんという YouTube チャンネル、登録者1万人ぐらいのチャンネルでして、実務の話がメインでして、講義系の動画というのは特に上がってはいませんでした。実務の話とかを聞いてですね、それをなんていうのかな、モチベーションにして頑張りましょうということなんですかね。非常に実務の話は面白いことをですね、発信されているので、気になる方はぜひ見てください。そして第2位というか2つ目ですね、基本情報技術者の試験においてはですね、このスーさんという YouTube チャンネルがおすすめ、 2.64 万人います。講義関係も配信してるってことですね。それから情報処理安全確保支援士他ってことで、IT 関係の資格ですね、目指すんであればガッキーさん、ガッキー氏 2.15 万人ですね。高校のその数学なんかも、得意とされているということで、おすすめされています。そして4つ目、宅建士を目指すんであれば、田中先生の YouTube チャンネルですね、 13.5 万人登録者がいます。それからマンション管理士ですね、マンション管理士の目指している方は、マンション生活のお手伝いというですね、 YouTube チャンネル5000人の登録者で、はありますけれども、かなりですね、本格的な、動画をですね、発信されているとですね。そして、キャリアコンサルタントを目指されている方に関してはジャンはじめさんという、YouTube チャンネルで、このチャンネルは6000人ほどですね、登録者がいます。そして、会計士、公認会計士目指すならば黒いチャンネルということで、私も以前ですね、 YouTube コラボさせていただきましたけれども、現在は CPA 学院というところで、講師もされていまして、登録者 3.1 万人、かなりですね、参考になる情報多いんじゃないかと思います。そして税理士ですね、税理士目指すんであれば税理士事務所で働こうというですね、チャンネルがおすすめされていまして、こちらはですね、ちょっと確認しましたところ、講義っていうのは特にありませんでした。登録者は5600人です。そして、9つ目、簿記ですね。これはもうね、なんと言ってもですね、有名な福島正幸先生のですね、YouTube がおすすめされていました。登録者なんて39万人であります。このチャンネルを見るだけで簿記に合格できるって言っても全然過言ではないぐらいですね、本格的な、無料で、見られる、チャンネルとしては最高だと思います。そして、10個目、社労士は汐留社労士ですね、3400人の登録者がいます。そして中小企業診断士、ではホラッチチャンネルさん 13.7 万人ですね。そして最後 FP 目指すんであればホンダ FP チャンネルですね、 9.5 万人ということで、ホンダさんはですね、私先日コラボさせていただいたんですけれども、先日お会いした時はね、登録者8万人というふうにおっしゃっていたと思います。講義動画をね、上げてますので、長くですね、ずっと見られるということで、気がついたらね、登録者も本当に10万人近くになってきているということでね、すごいなと思うんですけれども、本田さんといえばですね、本田、この間セミナーね、登壇させていただいたんですけれども、それとまた別にですね、本田さんの法人を設立するっていうですね、動画をですね、一緒に撮りましたんで、近いうちね、本田さんの動画から上がると思います。チャンネルから上がると思いますので、動画がね、ぜひそれを見ていただければと思います。はい、ということでですね、独学でその資格試験対策をするという意味で、できるものできないもの結構あると思いますけれども、 YouTube の活用っていうのは、ね、結構ありだと思います。私なんかはですね、YouTube 見ると他のチャンネルまで見ちゃってね、サボってしまうので、そういうことしませんでしたけれども、なんていうのかな、ポイントポイントでね、うまく使えればいいと思うんですね。先生の数だけ言ってることってもうみんなそれぞれ違いますんで、一人の先生信じるって決めたら、私は他の先生の話聞かないっていう派なんですけれども、でもそれでも違う、なんていうのかな、試験対策とかってあるじゃないですか。講義の話だけじゃなくて、試験対策、テクニカルな部分とかね、そういったなんか参考になるものは、たくさんの意見を聞いてみるとかっていうのはすごくいいと思いますしね。とにかく YouTube でね、これだけもう無料なのってぐらいね、クオリティの高いものがいっぱい配信されているのは事実なので、皆さんもぜひですね、有効的に活用していただければと思います。はい、ということで本日はですね、独学で資格試験対策するならこの YouTube12 本ということで、東洋経済さんで紹介されていたものをご紹介させていただきました。本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。